いつ見ても大きなスタジアムだな。俺たちがここに来るのってもう何度目だっけ？おお、ちょっと覚えてないな。翼、学校に残っててもよかったんだぞ。そうはいかないさ。ベンチに入らないとはいえ、俺もチームの一員。スタンドでみんなと一緒に戦うよ。ああ、見ててくれ翼。南葛のプライドを汚すような真似は絶対にしないぜ。俺たちの猛練習によくついてきたな。疲れてないか？サッカーのスタミナか。それなら俺も無限にあるな。君は本当にサッカーが好きなんだな。俺も見習うぞ。そうだ、みんな聞いてくれ。俺はしばらくみんなと練習ができないし、試合にも出られない。だからこのリーグ戦、キャプテンを石崎くんにやってもらいたいと思うんだ。俺？うん、頼めるかな。うん、石崎ならいいんじゃないかな。いつも声出して練習を引っ張ってるのは石崎だし、俺もいいと思うぜ。石崎、キャプテンの言うことには従わないとな。俺が南葛中のキャプテン？わかった、翼に頼まれちゃ断れないよな。その話引き受けるぜ。うん、頼んだよ石崎くん。いや、石崎キャプテン。お、任せとけ。よし、それじゃみんな元気よく開会式に行こうぜ。お、サッカー協会が主催するリーグ戦、ニューヒーローリーグ、その開会式が間もなく始まります。今月初めに行われた全国中学生サッカー大会およびその都道府県予選で日本中を賑わせた強豪校を集めたエキシビションの大会ですが、来月にアメリカで行われるジュニアユースの国際大会の代表選考の意味合いを持つ重要な大会でもあります。強豪校同士の戦いはもちろん、代表の椅子をめぐる子と子のぶつかり合いにも注目です。今回参加したチームの中から果たして誰が日本代表に選ばれるのでしょうか。これより入場行進です。どうにか、どうにかこの日を迎えることができました。この短事実でよくここまでこぎつけたものだ。まったくです。大会趣旨を理解し、参加してくれた各校の関係者には本当に感謝しかありません。フランス国際ジュニアユース大会の中止、そして新たに開催されるジュニアユースワールドチャレンジ、しかもその新たな大会にはフランス国際大会よりも数多くの世界の強豪が参加してきている。想定していた代表合宿などの強化策では、それらの国々と戦い続けられるだけの力をつけることはできない。はい、選手を大きく成長させるもの、それは試合です。そう、そのためのこのニューヒーローリーグだ。たとえエキシビションの大会であろうと、代表選考がかかっているとなれば、選手たちもおのずとプレーに力が入るだろう。全国大会で選手たちが見せたようなギリギリの戦いから生まれる実力の伸び、それがこのニューヒーローリーグでも見られれば、そしてもう一つの目的も達成できれば、それは世界と勝負するための極めて大きな力となります。ああ、あとは彼らを信じるだけだ。みんな、いよいよニューヒーローリーグが始まる。相手はどこも力があるチームだし、全国大会3連覇した俺たちをぶっ倒そうって気合を入れて向かってくるに違いない。けど俺たちは王者南葛だ。自信を持って戦えば必ず勝てる。
気合負けだけはするな。そして絶対に全勝するぞ。いいな。おう。君はこれが初めての試合だ。緊張してないかい？楽しみで仕方ないって顔してるな。いい度胸してるじゃねえか。頼もしいぜ。君はみんなを信じて自分のプレイをすればいい。期待してるからね。それじゃあ俺はスタンドで応援してる。みんな頑張ってくれ。おう！お前たちとは小学生の時以来の対戦だな。ああ、あの時とはちょっとメンツが違うけどよ。そうだな。こっちはヒューガ、タケシ、若島津がいない。そしてそっちも翼、美咲、若林がいない。だからこそチームの総合力が問われるってわけだ。そうだ。そして総合力ならば俺たちは決してお前たちに負けない。今日は俺たちが絶対に勝つ。そうはいくか。俺たち南葛の力をなめるなよ。お前1年生らしいな。だが年下でもうまいやつはうまい。そのことを俺たちはよく知っている。容赦はしないからな。自信満々って感じだな。その自信、明和東のサッカーで粉々にしてやるぜ。覚悟しとけ。お聞きください、この大今、それキックオフです。行くよ。横をすり抜けた。それ止められない。いや、横にかわして突破。それここからチャンスを作れるか。敵陣を切り裂く。もう終わったよ。突破。いや、次々に回っていく。素早く横にかわす。それ渾身のシュート。それこれは反応しているぞ。村沢くん、ボールはまだ生きている。もう終わったよ。体ごとぶつかっていった。タキ君、センタリングに合わせる。村沢君、これはキャッチできない。かばして成功だ。これはごぼう抜きだ。キスギ君、ゴール前に持ち込んだ。村沢君、ゴール正面でこのシュートを迎え撃つ。キスギ君、ここは抜け出せません。もらったよ。横にかわして突破。そこに次にかわしていく。ここからスムーズに持っていく。村沢君、横に飛んだ。ボールはまだ生きている。石井君、ボールを持った。キスギ君、ここは抜かせません。花火君、このスライディングが決まった。ドッと奪い返した。タキ君、オーナスを出します。いや、かわして振り返った。そこで陣を切り裂く。必殺
ッチを放った。これを止めるのは厳しいか。あ、弾きます。外してしまった。ゴールキックから再開です。大きくパス、ボールを奪った。ドリブルで突破、止められない。横をすり抜けた。ローリンのシュート、村沢くんゴールしてこのシュートを迎える。みんなのおかげだ。ゴールをゲット。これでそれ、沢木くんロングボールを送る。それこれで抜かせません。なんかつたよ、ガッツあふれるプレーがチームの生きるに火をつけたか。ここで横にパス、力をためて強烈なシュート。ボールに飛びつく村沢くん、これはキャッチできない。これで外ぶつかっていった。力をためて強烈なシュート。これを正面から抑えに行く。村沢くんゴールを守った。前半もすでに15分が経過しました。ここからさらに白熱した展開が期待されます。沢木くん横にかわして突破、体ごとぶつかっていった。やった、かわして振り切った。そこだ、連続突破で見せます。それやった、横にかわして突破、これはゴールだ。必殺のシュート、そこだ。村沢くんこのシュートに反応している。やったよ、これをトラップ。伊沢さん、チャンスが決まった。ここだ、伊沢くんクロスに合わせに行く。これはキャッチできない。ここでボールを受けます。それ、また奪い返した。ここからチャンスを作れるか。横にかわして突破、ここはパスを出した。横にかわして突破、渾身のシュート。ここからシュートに持っていく。真正面からシュートを受け止めた。ドリブルだけじゃないんだぜ。沢木くん、ロングボールを送る。榎本くん、パスを出す。チャンスが決まった。横をすり抜けた。止められない。行くよ、早く横にかわす。敵陣も切り裂く。豪快にシュート、渾身のシュート。村沢くん、ボールはまだ生きている。これはキャッチできない。それ、クロスを上げた。稲見くん、センタリングに合わせる。パントキック、どこまで運べるか。ヘディングでのパス、横にかわして突破。次々にかわしていく。横をすり抜けた。力をためて切り抜けシュート。これを正面から抑えに行く。キーパーをものともせず、ゴール。入った、シュートを決めてきた。もらったよ。BA パックを送る。明和東、ここでスライディング部隊が本領発揮。岩見くん、ここは抜かせません。かわして振り切った。そこだ、これはごぼう抜きだ。これで素早く横にかわす。敵陣を切り裂く。ここからシュートに向かう。渾身のシュート。村沢くん、これはキャッチできない。こぼれ球をキープ、かわして振り切った。さあゴール前です。石井君、ボールを狙うも届かない。チャンスが決まった。伊沢君、ここは勝負を避けた。一樹、ゴール前に上げた。一樹君、クロスに合わせに行く。これはキャッチできない。さあゴール前です。必殺のシュートでゴールを狙う。決死のセービング。村沢君、ボールはまだ南葛、前半を終えて大量キックオフで後半スタート。ここはパスを出した。スリー君、ここは抜かせません。素早く横にパス。スリー君、ここはパスに沈めた。あっ、これはごぼう抜きだ。タッチ君、ここは
大のシュート、真正面からシュートを受け止めた。素早くつなぎます。それはっ、それ行け、合わせて振り切った。ここから打ってきた。あっ、これでチャージが決まった。さあゴール前です。ここだ。必殺のシュートを放った。懸命に飛びつく。このシュート入った。ロングパスを打つ。川越君、パスを回す。体ごとぶつかっていった。横にかわして突破。それ止められない。横をすり抜けた。ここだ。体を溜めて強烈なシュート。村沢君、これはキャッチできない。高橋、こぼれ球をキープ。ここから一気に攻め込みたいところ。それ一発のシュートでゴールを狙う。これは見事にキャッチ。パントキック、どこまで運べるか。され、この位置で攻守交代だ。もらった。素早く横にかわす。ここから一気に攻め込みたいところ。センタリングを上げた。センタリングをものにできるか。あっと、これを弾いた。チャージが決まった。やった。素早く横にかわす。ゴール前に持ち込んだ。シュートを放った。あっと、これで激しいタックル。力をたたく強烈なシュート。それ村沢くん、剣道のセービング。キーパーごと決まったんだ。鮮やかにゴールを決めました。これで榎本さん、ロングパスを受けます。いけ川越くん、パスを出します。タックルを決めた。しまった。かわして振り切った。それ連続突破で見せます。必殺のシュートを放った。真っ向からシュートを受け止めた。村沢くん、これはキャッチできない。キスニくん、ここは村沢くん、横にかわして突破。そこだ。敵陣を切り裂く。ここからシュートに持っていく。村沢くん、このシュートを正面から受け止める。クリアでキューバをつなぎます。ここからどう持ち込むか。ドリブルでボールを運ぶ。山森くん、ここは抜かせません。体ごとぶつかっていった。やった。横にかわして突破。何？川越くん、ボールダッシュ成功。横をすり抜けた。高杉くん、激しいタックル。ドリブルと見せかけてパス。ドリブルでボールを運ぶ。横をすり抜けた。次々にかわしていく。必殺のシュートを放った。このボールに飛びつく。村沢くん、ゴールを割らせません。パントキックで大きく蹴り出した。成田くん、素早く横にかわす。沢木くん、杉永くん、ボールを狙うも届かない。横をすり抜けた。次々にかわしていく。横にかわして突破。渾身のシュート。村沢くん、横に飛んだ。決死のセーブでゴールを割らせない。ここは抜かせません。ゴール前に持ち込んだ。必殺のシュートを放った。このボールに体が反応。みんなのおかげだ。このパスをトラップ。榎本くん、パンプです。ここは抜かせません。かわして振り切った。連続突破で見せます。ここからシュートに行け。必殺のシュートを放った。村沢くん、これはキャッチできない。さあゴールを抑えた。横をすり抜けた。それこのクロスは通るか。滝くん、クロスに合わせに行く。センタリングを上げた。センタリングに合わせる。あっと、これを弾いた。ここからを物にした。横にかわして突破。堀くん、ここで止めた。南くん、ここは抜かせません。横をすり抜けた。ここからセンタリング。ここだ。センタリングに合わせる。これはキャッチできない。いけ。このボールに辛落ちで反応。キーパー止められない。やった。
く横にかわす。ここから劇的な幕切れ。終盤のゴールに勝利の女神が微笑みました。石崎、南葛中キャプテンとしての初勝利おめでとう。ありがとうよ。負けたか。確かに俺たちが勝ったけど、お前たちも手が強かったぜ。考えてみればそっちは元明和 FC が8人、こっちは翼を入れれば元南葛 SC が7人。長く一緒にサッカーをやってきて、お互いのことをよく知った似た者同士のチームだよな。なあ、お前たちはもちろん高校でもサッカーを続けるんだろう。ああ、当然さ。だったら高校でも俺たちの戦いは続くな。次は必ず勝ってみせるぜ。楽しみにしてるぜ。お互いに頑張ろうな。成田、すまん。え？昔の話をすると、明和 FC 出身じゃない成田たちを仲間外れにしてるんじゃないかって気になってさ。そんなことか。気にするな。それに今まで沢木たちからは明和 FC の話をいろいろ聞いてきたからさ。最近自分も明和 FC でサッカーしてたような、そんな気になることもあるんだ。きっと村沢と末永も同じじゃないかな。成田、沢木、今日の悔しさは明和東のみんなが同じものを味わってる。だから高校サッカーで今日の借りを一緒に返そう。ああ、あの1年生のディフェンス、あれだけ鋭いタックルができるやつは全国にもそうはいないぜ。明和東スライディング部隊に入っても今すぐにやっていけるレベルだ。あいつはただものじゃないぜ。よし、それじゃあ今日の練習は終わりだ。ありがとうございました。みんな、また明日も頑張るぞ。だからしっかりご飯食べて、しっかり寝ておくんだぞ。はい。あれ、石崎はまだ帰らないのか。ああ、俺はもうちょっと練習してく。南葛中のキャプテンになったんだぜ。どんな試合だろうと恥ずかしいプレーはできないだろう。そういえば石崎は南葛 SC の選抜テストの時も毎日必死で練習して合格したんだって。学ぶが言うには、あの時は石崎だけ合格が怪しかったから、チームの全員で無理やり特訓させたんだって。でも俺はへこたれずに頑張ったんだぜ。だからここまで来られたんだ。それに他にも理由があるんだ。他にも？みんな、全国大会決勝の前の夜、宿舎で俺が言ったこと覚えてるか？翼の最後の試合、完璧な体調で臨ませてやりたかったって。ああ、覚えてるよ。全国大会の決勝が最後のつもりだったけど、今回新しいリーグ戦ができて最後の試合がもう一回来た。翼がいつ完璧な体調になるのか、それはまだわからないけど、最後の試合にはきっと間に合う。そしてこのリーグ戦、
最終日の最後の試合は俺たちと東邦学園、あいつらはそこまで全勝で来るはずだ。だから俺たちも何が何でもそこまで勝ち続ける。それでもって最後は翼と一緒に東邦学園に勝って、無敗のまま翼をブラジルに送り出す。あの下手だった俺が南葛 SC に入って全国優勝して、南葛中では全国大会3連覇まで成し遂げた。それもこれも翼に出会ったおかげだ。だから最後の最後、エキシビションとはいえ全国大会の優勝校同士が全勝で戦う最高の舞台を作って、そこで翼に恩返しをしたい。そのために今できることに必死になりたいのさ。石崎、お前キャプテンだからってカッコつけすぎだぞ。何？そうさ、石崎一人にそんないいカッコはさせないぜ。翼に出会って変わったのは石崎だけじゃない、俺たちみんなそうさ。終鉄と南葛の対抗戦で初めて翼と試合をした時の衝撃は今でも覚えてるよ。前の年に全国優勝した俺たちが抜かれて、全国大会無失点だった若林さんからも点を取ってさ。ほんとあの時の翼は驚きだったな。けどあれから俺たちも翼に追いつけるように頑張ってきた。だから今があるんだ。俺も小学生の全国大会でヒューガのシュートを顎に受けてボールが怖くなった時、ボールは友達、怖くないよって励ましてくれて、ボールに立ち向かう勇気をまた持つことができた。翼に恩返しをしたいのは俺たちみんな一緒さ。お前ら、おい、ちょい、それは俺のセリフだっての。それじゃあみんなもう一丁頑張っていくぞ。ああ、頑張ったな。もうお腹が空いて倒れそうだぜ。俺もさ。みんな、翼、こんな時間まで練習してたの？ちょっと張り切っちゃってな。翼はランニングか？ああ、軽いランニングくらいは大丈夫だってお医者さんから許可が出たんだ。よかったな、一歩前進じゃないか。え？あれだけ練習した後なのにお前元気だな。翼もお前もあんまり無茶するなよ。二人とも気をつけてな。ああ、みんなも気をつけて。それじゃあ行こうか。よし、ここで一度休憩しよう。ふう、体を動かせるようになったのが嬉しくてちょっと飛ばしすぎたかな。それともここのところ休んでたから体がなまっちゃったのかな。ああ、そのために一歩一歩頑張るよ。リーグ戦の間に体調を万全にしたいからね。君は夢ってあるのかい？それは大きな目標だね。実は俺も君と同じさ。俺たちはライバルだね。君は知ってるかもしれないけど、俺は中学を卒業したらブラジルに行く。ブラジルには俺のサッカーの師ロベルト本郷がいるんだ。そしてそのブラジルで
俺はプロのサッカー選手になる。そのために小学生の時から今までずっと努力してきたんだ。お互い夢のために一緒に頑張っていこう。相手ついてないな。お、へえ、はは、おーい、なあ、ごめん、俺は青井慎吾。Oops!